タイヤめっちゃ踏んできてるやん。ジャパンカップ大阪大会でございますね。FDK のこのね、上りからの、はい、おなじみの大阪方でーす。はい、おはようございます。MC5 です。MC ファロです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、我々が集結しているということは、エキシビジョン第3レース目でリベンジマッチを入れて、前回の、リベンジマッチは誰も完走しなかったっていうね、事件がありましたので、さあ今回は完走していきたいんですけども、さあファロさんからいきましょうかね。何、はい、か変えた点ありますか？変えた点は今回大阪のレイアウトが、20度30度アメージングバンクがなってるんで、前の今治の時と愛媛の時と比べて60度がないので、ちょっとスピードが速くなりすぎるだろうということで、ブレーキをもう普通に活かしてます。おー、がっつり出してますね。がっつり出してます。もう全然ブレーキガチガチに入れてます。ガチガチですよ。ガチだね、本当に。はい、ブレーキはもうかける、かけないと多分カルーセルをきれいにクリアできないだろうという予想で。なるほど。はい、という感じで、あとは特にセッティングは変更しておりません。なぜなら勝ったから。くそーくそー、これが勝者のなんとかってやつか。勝者の余裕です。さあ、そして、はい、2周目に1回も行けてない MC ガイさんですけども、確かに、はいはい、私前回正直言いますね、撮影してて自分がどこで何やったんだか全然分かってないだったんですけど、どうやらアイガーエボで飛び出したらしいので、今日はフロントに白ブレーキつけてきました。あ、こちらもがっつりですね、はい、ただでもあれですね、ガイさん、はい、リアは青のままなんですね。はい、リアは正直、先ほどファロが言ってた通り、バンクは特にブレーキをかけなくていいかなと思ったので、だからアイガー一発絞りで他はノースルー的な感じで行きたいなと思ってます。なるほど。自信は今日はなんだか行けそうな気がするんですよ今日。いや、聞いたことある。聞いたことあるんだけど、なんかメロディアスに なってなさすぎる。独特なメロディーだった今。確かに。そんな大さんね、じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。いざ空力ハイパーダッシュ号です。はい、ガラスこうデュアリッチの先っちょかけてる。そうですね、そうかけてるんですけど、今日はね、前回の反省点ですね、はい、お尻がこう浮いてたっぽいんで、はいはい、マスナンパーをね、ダブルにしてます。ここ、あ、本当だ、はい、ちょっと後ろが重くなりました。で、あとはですね、大きく変わってるところは、モーターです。モーター、はい、モーターをですね、あ、なんかツイッターにかけてた、そう、スプリントダッシュにしました。エンドベルね、ちょっと見えるかな、白いのがね見えてますけども、ね、スプリントダッシュにしたことによりですね、はい、リアのブレーキをですね、1ミリだったのを2ミリにして、より当たるようにしました。で、多分この高さだと20度30度は当たんないんじゃないかなっていうね、淡い、思いを込めながら、淡い期待が入った淡い期待を、はい、込めながら、アイガーエボ上りをね、しっかりと止めていきたいと思います。はい、まあ、愛媛前回のリベンジマッチではもうあのカルーセルチェンジャーはもうめちゃめちゃ理想的なラインを行きましたので、まあ、今回もいけるんじゃないかと、はい、淡い期待を抱いております。なるほど、はい、このあれですよね、前後と違うタイヤじゃなくて左右で違うタイヤっていうのは結構効いてそうな感じしますよね。そうなんですよ、キュッとね、キュッと、そう、キュッ、このおかげで本当にカルーセルチェンジャーはクリアしてるんですよ、本当にこのマシン。なので意外とこの左右で違うタイヤっていうのはおすすめかもしれないです。説得力マジみじんもないですからね。ガイさんが言ったの。だって1回もアイガーからクリアできてないんだもん。なんか俺も褒められてんのか、なんか何なのかよく分かんない。マシいな、何なんだろうな。いや、でも今日は負けません。負けません。じゃあこの後3人でレース行きたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。フォースジャンケンですね。最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。お、じゃあね、1コース、じゃあね、3コース、3コース、これということで、レーススタート。3台がまずは一斉にスタートを切りました。まず立ち上がりトップで帰ってきたのは中立選手のジュガルリッチ。さあ2番手にはハロのアバンテ、いや2番手には S2 が上がってきたか。 S2 だと現在アバンテスーパーアバンテジュニアがほぼ横並び。さあスプリントダッシュは最適解だったか。おっと俺のマシンがコースアウトしてしまいました。
さあジョエル・リッチ、そして後ろからエスツーラ追ってきているが、ファイナルラップに入ります。エスツーラ、カルクル・チェンジャー、おー抜けた、おー振り切り、完璧、めちゃめちゃ綺麗に走ってました、ね、いやお見事です。これはちょっとワンチャン大会出たいぐらいのスプリントダッシュ、めちゃめちゃ良かったんじゃないですか。良かったですね。カルーセルもワンタッチで行けましたし、ただガイさん行けましたね。行けるんです、やるためができる。ちゃんと走ってた。でも完走しただけですからね。 次は勝ちに行きます。いや素晴らしい、素晴らしい、カルーセル素晴らしかったし、ちょっとあれですね、カルーセルに最近苦戦気味ですね。そう、捕まっちゃったんですよね、まあ、そろそろだからレベル2へと進化させてくるしかないんじゃないかって感じですかね。これはじゃあちょっと次回楽しみということで。東京間に合うか分かんねえな東京間に合うか分かんねえな。8月入ってからかな、変わるとしたら。そうですね、はい、いやでもいい走りしてますからね。速度はだいぶ出てきてますし、モーターがちょっとなんか育ってきてる感じしますよね。ハイパーダッシュ、うん、速度域がなんか上がってきてる。ずっと走らせてる、うん、はい、これちょっと楽しみですね。ですね、はい、はい、じゃあ大阪大会は、僕の勝ちということでしたけども、引き続きね、キシビジョンよろしくお願いします。皆さんよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録も、はい、押してください。じゃあねー、バイバーイ。はーい、 OK です、ありがとうございます。そう、しなかったわ、ね、速度負けか、速度負けは悔しいな。 Where is the feeling? Where is the feeling?